私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。郡川清くんは池田大作氏の話に涙ぐみ、僕を睨んだ。幹部会には滝沢秀明くんも、創価学会には本部幹部会という定期的に開催される会合がある。全国の幹部が一堂に会するもので、コロナ災い前は1000人以上が参加し、会によっては、政教新聞の配達員、ドクター部、農業光部、農業、漁業に従事する学会員、そして芸術部も招かれることがある。登壇するわけではなく、中央の幹部の話や、海外の活動報告を聞く立場だ。2005年1月7日、永井氏は、本部幹部会に招かれた。両隣には、郡川清、45、と滝沢秀明、40、の姿が。この時、池田対策名誉会長は、永井のネタ、間違いない。を披露したという。芸術部の躍進三人衆のような形で並ばされたんです。当時、私が急激に売れた頃ですね。池田氏に近い席で、相当な厚遇でした。でも私は池田氏に小学校から大学まで70回ぐらいを愛していたので、はっきり言って新鮮味がなかった。でも、氷泉くんはおそらく池田氏に会うのが初めてで、涙ぐみながら話を聞いていました。メモは禁止だったんですが、後でレポートを出さなきゃいけないから、話をメモっていたんですよ。そうしたら、隣にいた氷泉くんに睨みつけられて、メモを取っちゃいけないじゃないですか。って怒られて、ね。氷泉くんは、本当に池田氏に心酔しきってましたね。滝沢は、池田名誉会長に気に入られていたという。滝沢くんのお母さんは頑張って活動していました、よ。池田氏は歴史好きでもあるので、NHK の大河ドラマ、義経、で、源義経役をやった時なんか、本当に喜んでいました。本部幹部会に3人が参加したことについて、創価学会広報室に問い合わせると、会合の内容などについてはお答えを控えております、と回答した。芸術部で、久本や岸本、柴田らを超えるベテランが、歌手の山本リンダ、71、だ。創価学会や公明党の集会で式を挙げたり対立陣営を煽る時に彼女のヒット曲狙い撃ちがよく歌われるんです。サビをみんなで合唱して対立候補や学会内の物敵とされる人たちの名前を挙げて最後にお前は絶対地獄行き、へい、とみんなで叫んで盛り上がるんです。ミュージシャンの学会員として他に永井氏が挙げたのがTM ネットワークのキネナオト、65、だ。キネさんはセミナーにも熱心に来ていましたが一人だとちょっと盛り上がりに欠ける。ボーカルの宇都宮隆さんも一応学会員で、なるべくセットで、という頼まれ方をしていました。一番盛り上がるのは、小室哲哉さんが来た時。小室さんは学会員ではないんですが、キネさんのよしみで参加してくれたんです。小室さんは、俺はこの宗教、わからないけど、みんな目が、キラキラしていていいよね、と言ってくれたそうです。小室さんは、理解者と呼ばれていました。ザ・トラマイ流のボーカル高橋ジョージ、64、は、かつて、創価新報、で、生命力の、源泉は、信仰であり、学会活動、と告白している。高橋さんは、以前テリー伊藤さんと、サンデージャポン TBSK で共演していました。そのテリーさんがお笑い創価学会2000年を書いた時にテリーさんって創価学会が嫌いなのかなと心配していましたね。芸術部の中には創価大学出身者も多い。ナイツの花輪信行44と土屋信行44の2人もそうだ。ナイツは私が創価大学3、4年の頃に設立された楽研落語研究会の出世頭です。それまでは、創価大出身の芸人といえば、アニマル帝団の2人か、私だったんですけどね、苦笑。土屋さんは、私が学会を批判するようになってから、一度お笑いライブで一緒になったのですが、もう話したくない、という雰囲気で、完全に、物的扱いでしたね。
エレキコミックも楽研出身で、学会のセミナーや公明党の講演会なんかに一番出てるコンビだと思います。吉本興業所属の芸人にも学会員は多い。過去には、週刊文春がかまいたちの濱家隆一を、週刊新潮がトロサーモンの二人を信者であると報じたことがあるが、学会員だと言われているベテランコンビと永井氏は実際に集会でよく会ったという。中川家の二人は親の影響で幼少期から学会員ですよ。意外な組み合わせですが、二人は岸本、加代子さんと仲がいいんです。学会の会合で一緒になると、よく三人で、タバコ吸えるとこないかな、って言いながら、会場の裏の方で一服していました。そもそも、芸能人にとって、創価学会に入ることのメリットは何なのか。テレビ番組のキャスティングで有利になるとよく言われますけど、正直それはないと思います。制作側に学会員がいれば、バラエティに1、2度は呼ばれることはあるかもしれませんが、能力がない人は出続けられません。ドラマにしても、大役を学会の力で、というのは聞いたことがないですね。創価学会の花と言われる芸術部は、あくまで名誉職に過ぎないようだ。それでも、進行となると、涙を流さんばかりの献身をしてしまうのだ。両親とも創価学会員の家庭に育ち、小学校から大学まで創価系列に通ったエリート信者で、2012年に脱会した永井秀和氏、52、が創価学会と芸能人についてこう語る。ネット上ではたまたま学会員の芸能人と仲が良かったり創価学会系の雑誌に出たりしただけでも短絡的に特定されています。それに、同じ学会員でも、平会員と幹部では、学会への貢献度が違うのに、均一に、学会員、と、ラベリングされる傾向があります。永井氏、以下同。学会員の芸能人の大半は、芸術部、に所属している。伝統芸能や絵画に携わる人やミュージシャンなども含めた芸術分野の人たちの組織が芸術部です。全く無名の人たちが 95% を占めていて、テレビに出るような有名な芸能人は一握りしかいないんですが、彼らばかりが注目されているんです。芸術部に入るには、およそ半年間の研修が必要となる。その期間で創価の、志仏法の、志池田大作先生の大構想を叶えるため芸術部の志を学ぶんです。当時の私もそうでしたが、売れっ子の芸能人なら、研修を受ける必要はありません。研修で合格するのは、私の実感では8割くらいです。創価学会には、財務、と呼ばれる独自の献金制度があるが、芸術部の芸能人たちも、財務、に励んでいる。いわゆる有名芸能人の財務となると3、桁100万円以上は当たり前で中には4。桁1000万円以上もある。それが、宿命転換、や、人間革命、につながり、境外、宗教上のステージ、が上がることにつながると考えるわけですね。財務は信仰の証なのです。芸術部員の役割は、一言で言えば、信者獲得のための広告塔となることだ。部員は信者を勧誘する際の釈服セミナーなどに駆り出されます。学会内でも大きな会合などに有名な芸能人が来たりすると人気アイドルグループの00くん、同志なんだ、と大騒ぎになる。同志は同じ信仰を持っているという意味です。偉い幹部が来て話をするよりよっぽど盛り上がるんですよ。有名芸能人は選挙の際にも公明党の応援に駆り出されます。客寄せパンダとして期待されているんです。芸術部に所属する芸能人の中でもトップクラスの貢献度と学会内で称賛されているのが久本雅美64だ。副芸術部長兼芸術部女性部長の肩書きを持つ久本さんは創価学会のセミナーや公明党の選挙応援に一番熱心に入っていました。2004年の参議院選の時は23回も応援に入ったと聞いて驚いたことがあります。同じ肩書きの岸本加代子さん61や副
ック芸術部長のみを務める柴田理恵さん、63、は、その時選挙応援をしたのは2回くらいだったのに、一番売れっ子で忙しいはずの久本さんの貢献度はダントツでした。各紙が創価学会バッシングを繰り広げる中、ネット上には学会員の芸能人を特定する投稿が溢れていると多くの声が上がっていた。信仰は個人の自由。違法行為がなければ芸能人やミュージシャンのようないわゆる公人的な立場にあっても、そこは縛られるものではない。ただそれを他人が公表するのはどことなく違和感を感じる。その信仰をしていることが事実なのかもしれないけど、性的指向のアウティングは今の時代かなり敏感になってきたけど、信教も同じもののような気がする。この感覚もまだまだ年代によるのだろうか。守られた税制であり営利団体ではなく寄付で成り立っている以上、財務問題で信者やその家族を追い込む事態が発生し得ることはどの宗教でも同じでしょう。大きな組織になって活動するようになれば、その中で飯を食わなければならない人が増え、寄付という名目の財務に執着せざるを得ない点は免れないわけです。これは教義がどうとかメジャーか信仰かとかとは別問題です。統一教会問題で収束させるのではなく、宗教法人全体の問題として対応を検討すべきという意見を以前書いたら、統一教会なんかと既存宗教を一緒にするなど頭がおかしいとか言われましたが、未だにそうは思えません。今問題が統一教会問題という方向で収束されそうな状況となっていますが、学会の力が発揮されてうまく骨抜きされたんだと見ています。献金は詰まるところ、自分のためにしてるんですね。この世の居場所の教団での立ち位置を上げ、あの世の階級を上げれると信じてる。それは宗教の目指すべき本当の救いなのかな。心の安らぎや幸せはこういうお金で買うものでないと思う。そんなお金があるなら、家族や友人と旅行や食事して楽しい思い出を作る方が私には価値がある。大きくなった豊かな教団に回すより、自分よりも恵まれない人に寄付した方がよほどご利益がありそう。宗教は本来人の心の拠り所であって、現世利益を求めるものではないはずですが、ひとたび信者が増えて教団なるものが形成されると、金集めの手段として宗教が利用され、信者から金を集め教団が一大勢力になる構図が繰り返されてきました。今は鳴りを潜めましたが、創価学会も昭和の一時期、躍進のために信者ふさががりで強力な勧誘活動を展開し、ついには政界にも進出しました。確かに信教の自由はありますが、今も会員から池田会長がまるで教祖様のように尊崇されている様子は、日蓮宗を離れてもう違う宗教になっているようにも思えるのですが、現世利益の宗教なのだから、この世での幸福を追求することを批判してもしょうがない。金儲けするのも献金するのもその方が幸福と思うなら、そのようにそっと見守るべき。その昔、まだ日本にセーフティネットが未発達な時に学会がその役割を果たしたことは間違いがない。その後邪教として今の統一教会並みに叩かれ歴史もある。戦前は獄死した方もいる。今後は歴史から平和の党の公明の支持母体としてもっと積極的に行動を起こしてもらいたい。結局防衛費も丸呑みした現在、公明の存在意義は疑われることは間違いない。あなたはどうですか？この問題についてどう思いますか？長文読んでくれてありがとうございました。それではまたお会いできますように。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。